月1日、ポーラのアペックスが進化。トーンから毛穴を引き締めるジェルマスクが発売。アナスイから鮮やかなカラーのアイライナーが発売。クリニークからボリュームマスカラが新登場。雪肌精からブライトニング乳液が発売。7月2日、ハウスオブローゼからボディケアアイテムが発売。7月3日、繊細からスプレー UV が発売。ベアミネラルから2種類の美容液が登場。7月4日、サボンから爽やかな香りのコレクションが登場。スクラブ洗顔の限定の香りが発売。ギフトにもぴったりのバスソルトも登場。7月5日、マックから弾力のあるチークが発売。ヘルシーな血色を与えるリップバームも登場。オペラから透け感発色のリップティントが発売。クラランスのフィックスメイクアップが進化。ジル・スチュアートのアイブロウパレットがリニューアル。セザンヌの新作リップはジェリーのような唇に仕上がる。7月6日、デューから蜂蜜状のバームクレンジングが発売。7月8日、フジコの眉ティントの新色が発売。貝印からファンデが染み込みにくいパフが登場。7月9日、エクセルからアイパレとネイルの新色が発売。なめらか本舗から洗い流すパックが発売。7月10日、スナイデルからパレットの新色が発売。くすみカラーのマスカラとアイライナーも登場。メイク上手になれるブラシも発売。ロクシタンからクールな使用感のボディケアアイテムが登場。スリーから精油のみで構成されたフレグランスが発売。7月11日、メムからゴマージュジェル洗顔が発売。ギャルズからラメ入りグロスが発売。
7月12日、ローラメルシエから新作パウダーが登場。ナーズから自然なツヤ肌に仕上がる下地が新登場。デジャビからアイブロウマスカラの新色が登場。7月15日、アディクションからソフトマットリップが発売。ティントバームリップも発売。ブランド誕生15周年を記念したアイパレは15色がセット。7月16日、コスメデコルテからグリッターアイカラーが誕生。ファシオから抜群のカールキープが叶うマスカラが発売。ロージーローザからビッグサイズのスポンジが登場。7月18日、イグニスイオからヘアケアアイテムが発売。サボンからマンゴーとキウイのトロピカルな香りのボディケアアイテムが発売。7月19日、から新チークが誕生。リップとネイルの新色も登場。
セルヴォークから秋コレクションが発売。7月20日、ケイトから淡い仕上がりのアイブロウマスカラが発売。秋らしいブラウンパレットや血色ニュアンスを感じる単色シャドウも登場。安定したラインが描ける2種のアイライナーが発売。発光するようなトーンアップ肌を作る下地も発売。なじみカラーのリップモンスターが限定発売。7月21日、白のファンデがリニューアル。クレドポーボーテのパウダーファンデはスキンケア効果も高い。スノービューティーからパウダーとハンドクリームが発売。7月26日、カネボーからチークとリップなどが登場。RMK から秋コレクションが発売。しっとりした潤いを感じるマットリップが新発売。チーク、ハイライト、シェーディングが一つになったパレットが新登場。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。